茨城県沖地震。茨城県沖地震とは、茨城県沿岸沖合を震源として起こる地震で、過去に数回発生している。このため、本校においては、発生年を付して、西暦年茨城県沖地震と呼称得ることにより、区別する。茨城県沖では、太平洋プレートと陸のプレート、北アメリカプレート境界で、M6.7 から7.2の地震が繰り返し、発生している。 震源位置などから1920年代、1943年、1960年代、1982年、2010年、前後の地震がこのタイプの地震と見られ、ほぼ同じ震源域を持っていると考えられる。この震源域には少なくとも2つのアスペリティがあると考えられ、同時あるいはある程度の間隔で破壊されると見られる。平均発生間隔は、 21.9年である。また、茨城県沖では、日本海溝から太平洋プレートが、日本列島、東日本以北を乗せている陸のプレート、北アメリカプレートの下に沈み込んでいる。さらに、茨城県の南部では、フィリピン海プレートが、相模トラフから前日の2つのプレートの間に割り込む、形で沈み込んでいて、複雑な構造になっている。このことから、 地震の巣になっており地震活動が活発な地域である。さらに、東北地方太平洋沖地震の震源域となっており、2011年3月11日に MW7.7 の余震と見られる地震が発生している詳細は後日、地震調査研究推進本部では、今後も M7 を超える余震が発生する可能性があるとしている。 1896年、明治29年1月9日22時17分頃に発生した地震。地震の規模はマグニチュード M7.0。1923年、大正12年6月2日2時24分頃にで発生した地震。震源の深さは 36km。地震の規模は M7.1。約3時間後の同日5時15分にで。 M6.8 最大震度5の余震が発生。1924年、大正13年8月15日3時2分頃にで発生した地震。地震の規模は M7.2 本震の約9分前2時53分に M5.6 の全震が発生していた。本震から約5時間後の同日8時27分に M6.8 10日後の8月25日に M6.7 の余震が発生。1943年昭和18年4月11日23時46分頃にで発生した地震。震源の深さは約 9km、地震の規模は M6.7。1961年昭和36年1月16日16時20分頃にで発生した地震。 震源の深さはロ4 8 k m 地震の規模は M6.8。18日20時19分頃に M6.4、21時12分頃に M6.5、19日0時41分頃に M6.5 と規模の大きな地震が続発した。この地震で2つのアスペリティの内東側が破壊されたとみられる。1965年。 昭和40年9月18日1時21分頃にで発生した地震。震源の深さは約 40km。地震の規模は M6.7。この地震で2つのアスペリティの内西側が破壊されたとみられる。1982年昭和57年7月23日23時23分頃にで発生した地震。震源の深さは 約3 0トル、地震の規模は M7.02008 年平成20年5月8日木曜日1時45分に北緯36度13.7分、東経141度36.5分で発生した地震。震源の深さ約5 1トル、地震の規模はマグニチュード7.0、モーメントマグニチュード6.9、茨城県水戸市。 栃木県もて町で震度5弱を観測した。また前進活動が活発で5月7日、夕方頃から M4 から5の地震が発生し、直前の1時2分には北伊36.23度、東計141.95度で M6.4、震源の深さ約 60km、1時16分には M6.3、震源の深さ 18km の地震が発生している。 共に、プレート間地震。二つのアスペリティのうち前震で、東側の領域、本震で西側の領域が破壊されたとみられる。本震に対しては緊急地震速報が発表され、関東地方のほとんどと東北地方の一部が対象地域となった。しかし、発表までおよそ1分程度時間がかかったため、すでに警戒地域となった場所のほとんどで揺れを、 観測していたと見られている。また、震度5弱を観測した栃木県も手木町の観測について数百メートル程度離れたところにある別の観測機では、震度3の揺れだったこと、周辺住民などから震度5弱の情報に対して疑問の声があったと、また、設置環境不備などにより当該観測点を移設することになった。東北。 関東地方の広域で震度3以上を観測したほか、北海道から奈良県、大阪府、兵庫県までの広範囲で震度1以上を観測した。大阪管区気象台においても揺れが観測されている。2011年3月11日に起きた東北地方太平洋沖地震の震源域には茨城県沖も含まれ、この地震による多数の余震が発生している。 ここでは、茨城県沖を震源とするものの、地震の規模や、震源域により、茨城県沖地震に分類されない地震を扱う。1938年5月23日午後4時18分頃をお震王として発生した地震。震源の深さは 0km。地震の規模は、マグニチュード、MJ7.0、モーメントマグニチュード、 MW は7.7地震断層による最大滑り量は5.7メートルと大きく、新大置も繰り返し地震よりも北側にあることから繰り返し発生する地震と扱っていない。福島県小名浜で83センチメートルの津波を観測。この地震を一連の塩屋崎沖地震の戦駆活動としたり、塩屋崎沖地震の一つとすることもある。2000年。 平成12年7月21日、金曜日午前3時39分頃、北緯36.5度、統計141.1度に発生した地震。震源の深さは約4 9 k m 地震の規模はマグニチュード6.4。また、防災科学技術研究所が設置した共振観測網によれば、茂木町で震度5弱相当。 計測震度4.9の揺れを観測した。東北地方太平洋沖地震本震発生直後の2011年3月11日15時15分34秒頃には、茨城県沖を震源とする、気象庁マグニチュード MJ7.6、気象庁発表のモーメントマグニチュード MW7.7、アメリカ地質調査所発表のモーメントマグニチュード7.9の地震があり、 茨城県鉾田市で最大震度6強を観測するなど北海道から関地方まで広い範囲で揺れが観測された。この地震は東北地方太平洋沖地震の最大余震であり、メカニズムは西北西東南東に圧力軸を持つ逆断層型でプレート境界型地震である。震源域は繰り返し地震のアスペリティより西側に位置し、 滑り量が大きいことから繰り返し発生する地震とは扱っていない。断層の大きさは70キロ四方、最大滑り量は4.9メートルで主な滑りは破壊開始点により沖合の浅い場所で発生した。大きな滑りが起きた場所は本心の滑り域の沿辺部にある。はっきりとした津波の観測記録はわからないが、震源位置や深さ、地震の規模、メカニズム等から、 津波が発生したと考えられ、本心による津波の高速波に影響を与えたとみられる。各地の震度は次の通り、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。